はい、こんにちは。フォーチュンヌルマヒラです。はい、今日はですね、先日行ってまいりましたアメリカのフロリダ州のオーランド、うん、ディズニーワールドのお土産のプレゼント企画の動画でございますね。イエーイ。はい、ちょうどね、向こうに行ってる間に、うん、ライブ配信してね、うん、我々マイチャンネルが好きな人たちの名前のことをマエティとね言わせていただくことになりましたけど、なのでマエティの皆さんにこちらプレゼント、今回は7点用意してますね。はい、それではこの7つのプレゼントを紹介する前に黄金の5秒間レシピ、ちょっと早かったけどね、うん、はい、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな、うん、じゃあ早速こちらのプレゼント紹介していきましょう。はい、で今回のプレゼント企画、ですね、いつもとちょっと違います、うん、っていうのはですね、この4つの動画あるでしょ、うん、この動画にですね、それぞれプレゼント企画用のキーワードを仕込んでありますね、うん、でこれ順番通りキーワードを並べるとある言葉になります。うん、うん、それをですね、後から言うそのフォームの中に入力してもらう必要がありますね、うん、はい、でこのキーワード絶対コメント欄に書いちゃダメだよ、うん、ね、それでバレちゃったら大変なことになるし、うん、そのもし書いちゃった人は申し訳ないけどプレゼント企画のリストから外させてもらいます、うん、ダメです。キーワードをコメント欄に書いてはいけません、うん、分かったね。ダメ。ちゃんと自分で見てやってくださいね。まあお友達同士でね、あれだってねって話すのは別に OK よ、うん、これは絶対にダメですよ。はい、じゃあそれぞれですね、今回のプレゼント見ていきましょうか。えい。はい、まず一つ目はですね、これですね、ディズニーワールドで買ってきたキャラクターパックっていうこのフィギュアね、うん、これね、一つすっげー結構高いのよこれ、うんうん、もう一つがこのディズニーワールドのコカ・コーラショップ、うん、うちらほら無料で飲み放題ってあそこで買ったやつね、うん、これがリップスティックになってますね。これ一見なんのって思うよね。ね、なんだけどリップスティックこう上をポカッと外すとリップスティックになってるらしいんだけど、ここに書いてある通りこんな感じだね、うん、この2つのセットになりますね、うん、これを1名様ですね。2つ目も同じだね、キャラクターパックと、こっちはスプライトのリップスティック、うん、で3つ目も同じで、このキャラクターパックと今度はファンタストロベリーのリップスティックだね。なんかファンタストベリーストベリーストベリーファンタストロベリー珍しいね、うん、ストロベリーって言いたかったんでしょ。でも珍しいよね。珍しいね、うん、それでこのキャラクターパック何が入ってるのかちょっとわかんないんで、うん、うちらに一つ買ってきましたんで、うん、これ開けてみようか、うん、ちなみに全部で18種類あるのかな、あ違う、全部で18パークのシリーズと10個のミニキャラクターが入ってるんだって。これ10個も入ってるの。つまり28種類もあるのかな。へー、ちょっとかなり種類あるね、うん、だからここに出たものと違うものが出てくると思うんだけどね、うん、じゃあいきます。これうち用なんでね、うん、さあ何が出るかな。1、2、3、あ、3つ入ってんのね。はい、出たのはこのワニだね、うん、一瞬ピーターパンのチクタクワニかと思ったけど違うな。そうだね、まあ、でスキー入ってるね。なんだろうこのワニ。なんだろうね、ちょっとわかんないな。わかる方は教えてください。そしてこれはナイトメアビフォークリスマスのなんていうんだっけ、ジャックってやつかな、うん、後ろ怖いね。後ろが、まあ、ハロウィンだから墓になってる。これは海底2万マイルの潜水艇かな。あ、ちょっとこれもよくわかんないけどね。と英語でなんとか107って書いてある。という3つの小さなフィギュアが入ってましたね、うん、こんなパックになります。そうだね、はい、ちなみにラインナップはこんな感じになってて、中にはミッキーがあるみたいだけど、うん、ミニーちゃんはどうやらなさそうだね。そうだね、うん、はい、4番目はこちらですね、うん、これはミッキーのキーチェーンだね、うん、2018って書いてあるね。そうだね、ちゃんとそれでディズニーワールドとも入ってますけど、これね、すごいフィギュアとしてもいい出来だよね。そうだよね、うん、これかわいいよね。で、なんかここに、うん、このタグのここにイッツアスモールワールドの顔があるね。時計がね、うん、なぜか描かれてるけど、あんま関係ないと思うけどね、うんうん、ここに引っ掛けるところがありますね、うん、これいいね、うん、はい、続いて5番目はこちらですね、うん、ディズニーワールドのスノードームですね。そうだね、うん、これすごくいい、うん、これディズニーワールドのエプコット行ってる時に、うん、紹介したんだけどね、うん、あ、これマイティの皆さんにいいんじゃないって言って買ったやつね、うんうん、でこれね、こういう風にひっくり返すと、そうそうそう、こうキラキラが出てきますね、うん、この2018って書いてあるお城の周りに、うん、エプコットやハリウッドスタジオや
アニマルキングダムが描かれてね。ああそうなのね。そう、それでこれもイッチャースモールワールドが描かれてね。ああ本当だね、うん、なんでだろうね。で後ろ側は2018ディズニーワールドと書かれてますね、うん、これそれでね今気づいたんだけど、この中のこのキラキラ、うん、ミッキーの形してんだよ。そうだよね、これいいね、うん、ねいいね、うん、はい、続いてこちらですね、海外版ベイブレードバーストのエクスカリウス X3 ってやつだね、うん、これはジークエクスカリバー、ね、そうそうそう、ジークエクスカリバー、しかも今回珍しくこのランチャーがついてるね、うん、うん、ワインダー付きの。そうだね、でこれは、左右使えるやつ。そう、うん、これ日本では普通に右回転だけだったんだけど。そうだよね、うん、なんか面白い、 L、R 両方対応。なんかこれはね、もううちら用にも買ってきたんで、後日またレビューしたいなと思ってますけどね、はい、はい、で、付属しているのは、ワンディスクとアイアンドライバーだね。はい、最後がこちらですね、うん、7点目になります。はい、はい、これも海外版ベイブレードバーストのワイブロン W3 とファフニア F3 ですね、うん、まあ、ワイルドワイバーンとドレインファブニー、そう、ベイランチャー LR みたいな、うんうん、のがセットになった、スピンシフターパックって書いてあるんだな。でこれオンリーやっとターゲットって、うん、こちらターゲットもねスーパー行ったんだけど、 そこで買ってきたものですね、うん、ワイルドワイバーンの方はツーグレイブトランス、うん、でドレインファブリンの方はセブンボルテックスフリューゲルだね、うん、が入ってるみたいですね、うん、一応日本のやつとは若干互換性があるかな。ただやっぱりレイヤーがあのワンロックなんでね、うん、海外版ってね。これもうちのように別に買ってあるので、このメタベッドレビューしたいなと思ってますけどね、はい、はい、ということで全部で7点ですね。1,2,3,4,5,6,7 点です。はい、こちらの7点を7名様にプレゼントしたいなと思います、うん、で、さっきも言ったんだけど、4つの動画にキーワードそれぞれ入ってますので、キーワードを入れる必要がありますね、うん、で、この動画の説明概要欄の方にプレゼント企画用への応募のフォームがあります、うん、そこに行って、またいつもと同じように、うん、本名じゃなくて、うん、ユーザー名とか、まあ、あだ名、うん、そうだね、もう入れてください。はい、あと連絡先、うん、ツイッターの ID かメールアドレス、うん、これどちらかを入れてください。はい、はい、それで、まあ、できれば日頃の感想なんかもどうしたの日頃の感想ね、思ったが感想を入れてくれるといいなと思います、うん、で応募期間は、今日2018年9月の3日のこの動画の公開時17時から、うん、2018年9月の9日の23時59分59秒までにしたいなと思います、うん、はい、7点しか今回もないんだけれども、うん、たくさんのご応募お待ちしております。はーい、はーい、はーい、はい、ということで今回はですね、プレゼント企画の応募の動画でございました、うん、たくさんのご応募お待ちしておりますね。はい、うん、できればマイティのみんなに当たってくれたらいいなと思いますんで、うん、ぜひマイティのみんな頑張って応募してね、はい、もちろん原則1人1回になってますんでね、うん、そこ間違いないのお願いします。はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。